信長の野望を、新政へ。繰り返し押し寄せる北条の軍勢を跳ね返し、宇都宮城を陥落し勢力を拡大する我らが久保。しかし岩槻城が落とされ盟友扇ヶ谷上杉家が滅亡、扇ヶ谷上杉、仇は取るぞおお。北条が戦の準備をしております。北条さんは今日も元気。これは後期、扇ヶ谷上杉の仇を取るぞおお。そして里見に兵が向かうのを見守り。山の内上杉シャン兵化してくだちゃい。今回も久保の土下座が光る。米足りないけど久保様ももちろんご出陣。一人留守番させても米が足りん。やっぱ、戦うことなく速攻で素人としてやったどう。アツス成功。岩槻城、ゲットでござる。これには北条氏康猛虎。だが我らの方が数は多い、蹴散らしてくれるわー。3対1で合戦。囲んでボコるだけの簡単な押しを。もうダメだ。タミヤ州、撤退。圧倒的有利で撤退すな。一応勝利。あの状況下でも兵力がっつり持ってかれちまったな。宇治康、恐ろしい子。久保様、山の内上杉家の上杉則政殿がご面会です。岩槻城攻めで兵化したよね。長尾家の沼田城攻めるから兵を貸してちょ。おい長尾って後の上杉謙信じゃねえか。何上杉同士争おうとしてんだよ。いや史実では北条にボコられた則政が長尾影虎を養子にして、上杉姓と関東管領職を譲ったんだけど、今回は上杉則政が調子こいてる世界なんで。則政殿は長尾家を家臣程度にしか思ってないかもしれません。川越合戦で勝利した影響がこんなところで、この世界では上杉謙信との確執が偉いことになりそうだ。確認したら同盟もあと5ヶ月しかなかったので、久保様にご機嫌取り入ってもらいましょ。外交する金もねえし、今後の付き合い方も考えないとだぜ。援軍を出した沼田城、無事陥落いたしました。これで長尾家との対立は確定かな？盟友が強くなるのは嬉しいが、今後が恐ろしい。宇都宮殿が士官希望者を連れて参りました。遊佐だと？能登の人間ではないか。なんでこんなところに。能登畠山滅んだ？まだ健在みたいだぞ。あ、遊佐は史実だと織田と上杉が能登に入ってきた時上杉方に内応した裏切り者。謙信の旗色悪いと見てこっちに来たのか。川越合戦の影響が能登にまであるとは。こうして畠山七人衆、遊佐が家臣となった。しかし出会いがあれば別れもあり。柳田隆介殿が読みへ旅立たれました。うわぁ、我が家の家老がこっそり里見に親善してもらってたのに。上武将すらいない状況に。久保様以外親善も政策の発令もできぬ。マジ人手不足。空になった勇気城は、フェニックス、と見せかけてお山さんで、織田氏春、彼は織田城専用武将。停戦期間残り1ヶ月でギリギリ山の内上杉と同盟延長。久保様補佐である関東管領相手でも停止性。さて亡くなった柳田の業務引き継いで、久保様には里見に親善行ってもらいましょ。里見が千葉市の桜城を落としたから、他攻める時に横槍とか入れられそうなんよ。微妙に国境接してる。ふっふっふ、北条と佐竹が争っておる。これは佐竹信仰の後期と見たり。山内上杉家の上杉則政殿が参りました。武田が攻めてきちゃった。助けてちょ。ええー、それはちょっと、こいつと同盟延長したの早まったかもしれん。せっかくの佐竹攻めの後期を。翌月。里見との同盟、締結だー。私は佐竹攻めをまだ諦めてなーい。入間衆。最終。そして未物なさー。国衆ジェットストリームアターック。だが国衆を解き放つと同時に、里見も佐竹の織田城に進軍。織田城は僕の。いやいやそんなこと言ってる場合じゃねえよ。ちこやまずい、城攻めの行為は早い者勝ち、急いで織田城に向かうぞー。なお、その頃久保様は武田春信にボコられていた。せっかく蓄えた精鋭たちが、そして織田城に着いた入間衆が、しれっと武功を上げる。意外と織田城攻めは順調な模様。里見も来てるがこっちの方が一足早く着きそうだ。うおー、織田城を取り戻せー。いやあんたは久保様と一緒に武田にボコられ中でしょ。あ、久保壊滅。上杉の政殿が参りましたー。援軍を代わりよろ。今主力が壊滅したところでしょ。えげつねえ要求。援軍が間に合わなければええんや。最低限の兵を一番遠く離れた宇都宮から出兵。守りきれなかったが援軍感謝する。無事防衛失敗。計画通り。今の久保様に武田とやり合う余裕なんてないもんな。上杉の政殿が援軍マシマシ。この野郎、1ヶ月に3回も援軍要請するんじゃねえ。落ち着け、言葉遣いが荒くなってんぞ。失敬失敬。
守りきれなかった。すみませんねー、ちょっと遠かったんですよ。確信犯。さあ数は少ないけど、勇気城から織田城包囲の御詰めを送りましょ。しれっと里見が道封鎖してやがる、迂回しないと城に行けん。上杉のりまさ殿、ほんといい加減にしてくれませんかねー。前回の扇がやつ上杉家みたいになっとる。美濃和城を攻める敵はもうおりませぬ。なんとか防衛成功。やっと一段落ついた。これで織田城攻略に専念できる。と思ったら佐竹の応援が来た。邪魔だった里見の一部隊が佐竹とぶつかって漁夫乗り。でもこの兵力じゃ織田城囲んでる国衆は持たないかも。こりゃまずい。急いで軍を制圧して織田城に駆けつけないと、横で控えてる里見に取られちまうぞ。急げお山さーん。タッチの差で国衆壊滅してたけどこれはどうだ？包囲中のアイコン出てる、古学坊主導の包囲継続であります。ギリセーフ。織田城を制したぞ。ナイスお山さん、さすが関東八館。里見に出し抜かれなくてよかったな。織田城にフェニックスが戻ったぞー。織田様のご帰還じゃー。村総出でお祭りだー。この日の織田城は住民の歓喜で溢れたという。織田殿、もう織田城を取られてはなりませんぞ。小山さんが織田城を緊急修理。小山さん、アフターケアもできる男。そして武田にフルボッコにされた久保は、ビビって武田に親善を送ろうとするも敵視されていた。同盟組むのに60ヶ月、無理だよ。あ、北条が武田攻めてる。お、これはチャンス。翌月里見の信用が40になり、援軍要請が可能に。お、佐竹攻め手伝ってもらうか？範囲外でダメみたい。肩すかし。佐竹な族坊様の軍勢で十分よ。サーターケナンザーサーターアンダギーにしてやるわー。佐竹とサーターアンダギー、里確か共通点がねー。佐竹サーターアンダギーにしてくれるわー。サーターアンダギー、それは沖縄の里を挙げおやつ。織田城を奪還した男の逆襲が始まった。サーターアンダギー。怒りの合戦。佐竹落ち祭りにあげろ、衝撃だー。イキリフェニックス。あ、もう軒口陥落するところだから攻撃しなくてもいいよ。チェ。フェニックスが無駄に兵を減らすも楽勝。皆の者を、勝ち時を上げよ、かーあったどう。兵の損耗も少ないし、あとは城を囲むだけだぜ。北条が7000の兵力で出陣しましたー。まあ武田より久保様の方が攻めやすいよな。もう、いいところなのに。里見シャン援軍よろしくお願いしましゅ。山の内上杉はさっき散々兵出したし、今度は手伝ってもらわんとだな。従属の佐野にも防衛依頼出しましょ。お、今回はちゃんと出てくれるみたいだ。これなら応援だけでもギリ防衛いけるかな？足投げが6000の兵力で出陣しましたー。やめてください、死んでしまいます。これは援軍も呼べないし、偉いこっちゃ。急げ時間がない、強行で城を落とせー。岩槻城に山の内上杉の成田さんが到着。これなら援軍が来るまで持ちこたえられるか。府中城を落とし急いで戻るぞー。フェニックス織田殿、強行で壊滅。フェニックス。合戦で生きて兵を無駄に減らしたから。あ、佐竹の援軍来ちゃった。合戦で蹴散らすしかねえな。佐竹義明、互角を。やっぱー、囲んでフルボッコじゃー。佐竹義明は結構ステータス高いけど、こうなっちまったらどうしようもねえな。まあそれでも兵士半分持ってかれちゃったんだけどね。北条は品に攻められてるのに何やってんだよ。サーターアンダギー強し。迂回した北条軍が守備兵ゼロの岩槻城空き巣しようとしてる結城さん、至急応援よろしく。府中城、陥落せり。お、これで兵士が防衛に遅れるぜ。敵将を捕獲。そこにおるのはわしの腹心杉の矢ではないか。お前には使えないってよ。意図かなし。さあ、って府中城には誰を入れようかな？領主に任命できる武将がいません。人手不足ってレベルじゃねえぞ。久保様人望なさすぎん。そんな子が久保によく知らないおじさんが仲間入り。もう誰でもいいよの精神。久保様が古賀御所に帰ってきたので、今度は宇都宮に行ってもらいます。宇都宮へ出張。なんとか足名が宇都宮城にたどり着く前に到着。合戦でござる。拠点攻めをしてた小山さんが正面対決で茂木衆を撃破。兵数では未だ負けてるけどこれは助かる。久保様と宇都宮で挟んで那須を撃破。那須、そのうち貴様も関東八館に戻すから覚えておれよ。そういや那須も関東八館だったな。そして荒ぶる足並み久保様がヘロヘロにされるも、なんとか軒口破壊で勝利を収める。
結構ギリギリの戦いだった。正面対決だったら負けてたかも。だな。これにて宇都宮防衛は完了。お、里見さんの援軍が帰るってよ。岩月城も防衛成功だぜ。よっしゃあ。やっと平和が訪れ、北条七千が出陣しましたあ。援軍帰ったその月に攻めるのは草。ははは、それが狙いだ。ぐぬぬぬぬー。もうあったまきた、里見さん、江戸城攻めちゃって、防衛を呼ばずに逆進行。防衛は佐野と川のうち上杉を呼ぶよ。春になって小山さんが武将に昇格、治療をあげましょ。小学坊、土地余ってますよー。そして北条が進軍する中、しれっと武田が川のうち上杉家に進軍。小屋川のうち上杉家もうダメかもしんねー。アシナ五千が出陣しましたあ。お前もかアシナあ。では大ピンチにより宇都宮城で強制徴兵をしながら今回はここまで。面白い、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。戦いに明け暮れるヘッポ国防、彼は次回も生き残ることができるのか？気になる方はチャンネル登録よろしくなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。